どうもベラです。さあそれでは今回はフェスの時の縄張りバトルですね、見ていきたいと思いますが、よろしくお願いします。ということで王冠もね、お祭り中島も無事についてる状態ということで、相手はスプラシューター、スペーシュシューター、ゴーニーガロン、トライストリンガーということで、まずはしっかり扇状に塗りを広げていって前線の中央を取るっていうのが大事なんで、最初2、3人が前に行くのが結構理想である。そしてあの右上の高台からのトライストリンガーとか厄介なんで、でこの武器はエナジースタンドをしっかりと、これ打ってたら倒せましたが、倒せたかもしれない。相手ゴーニーガロンは打ち合い強いので注意しつつ、とりあえずエナジースタンドを出して味方にしっかり貢献していくと、縄張りバトルでエナジースタンド強いので、でトライストリンガーが足元狙ってくるんで、で塗り残しがあったらデスした時とか、ね、ピンチで戻った時とかにしっかり乗っていくと、この自陣塗りも結構大事なんで、まんべんなく右上の高台をどかしたいのと、ファーショットデスしないように注意、もうアイドは離れる。特にこっちはエナジースタンドなんで、さあ相手は斜め上ウルターショットとか打ってきたけども、また中央と高台を一回倒していく。このタイミングで入っていくとエナジースタンドでパワーアップしてるんで、デスしても復帰とかも早いし、スペシャルも戻ってる。ピンチなんで下がっていく、避けるの結構大事。さあ相手ピンチが出てきた、フラッシュシールド、センサー強いですね。自陣の相手が乗られてるとこもしっかり乗ってスペシャル貯めていきまして、徐々に詰めていくと、ガチのルールも生存は大事ですけど、こういう塗り合いのルール、特に縄張りバトルとか生存が大事な気がする。エナジースタンド、これトレストリンガーとかガロンとか倒したら非常にやりやすいですね。トレストリンガーとか足場奪ってくるとか下がる、ダメージはちゃんとしっかり回復して味方と一緒に戦う。おい、センサーつけられて、エナジースタンドを持ってる人は特に狙われるんで、複数にて狙ってきましたね。さあこっちの塗りも結構いい感じなんで、味方と一緒に味方のダメージも入ってあってしっかり倒していく。で特にラスト30秒とかデスしないように注意して、あえてここで逃げたのは非常に大きい。でもう最後は無理しない、 OK、 キューバーボームいいとこ投げたんで最後にです、非常に大きい。最後キューバーボーム投げるな感じで、で綺麗な感じですね。こんな感じで縄張りバトルできれば、やっぱ前半に3人が前に行って、ラクトとかが行ったらもうね、自陣乗り任した方がいい感じで、まあ、そんな感じで。さあ、それではコンボトラックですね。ステージ変わりまして、しかも10倍マッチですね。やっていきたいと思いますが、今回のフェスはね、ちゃんとホラガイ集めて、ちゃんと引いたんで、前回のフェスはね、ホラガイ引けなかったんで、やっぱ早めにやっとくの大事ですね。ということで、扇状に塗り広げていきましてと、ある程度めんどくさいところとか最初乗っといて、端っこ隅の方とかで、とりあえずエナジースタンドを入ってから行くと、ここのステージほんまに左右から回り込めるので、相手入らせないように注意しつつ、こっちも入っていきたいけども、相手も考えることは同じで入ってきてたんで、しっかり塗り返していきましてと、オーバーフラッシュ流れ玉注意、雨フラッシュにダメージもあるんで無理しないようにしつつ、結構使う場所を取れると大きい。で、しっかり味方と挟んでいくと、あえてリッターがいるんで注意。このセンサーつきたくなかった。これリッターは狙いに行ってね、倒せてたんですけどね、ホップソナーがうまいこと重なって、まあ惜しかったけど、いい感じである。確かに相手の方も、ここも結構相手、
これ倒したい。これガロンとかだったら倒せてる。ナッパ攻撃力が低いので、よし、逃さない。だけども使いやすい武器ですね。これジャンプとかして撃たれないようにしつつ、向こうからね味方が来てるのも分かってたんで挟み撃ちして、知って味方パワーアップしてエナジースタンド。やっぱシューター動きやすいし塗りやすいんで非常に動きやすくで、味方がみんなそれぞれバラバラで動いてそれぞれ役割ですね発揮してるので、相手のリッターも狙いが定まってない感じですね。誰を狙うかあんま姿見せずにうまいこといけてる。これ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 、おいー。で相手が入ってきてるとこ、相手の方を攻め込むのも大事なんですけど、相手が自信を乗ってきてる、それもしっかりと塗り返していくとできるだけ綺麗に。相手雨フラッシュとかもあるんで塗れるので、でちょっと圧をかけておきまして、とリッターがこのセンサーは痛いが、リッターがこの中央とか取ってきてこの壁の後ろとかから狙い始めると非常に厄介なんで、リッターは前に出させない。でエナジースタート越しは特に生存意識して後衛武器のつもりで出るときは出るけども、カニタンクの後ろに9番ボムとか投げて狙っていきたいが、リッターもいるのでまずリッターをちょっと圧をかけて、これ逃さない逃さない。防衛武器がいないだけでかなり動きやすくなるの で相手はちゃんと乗ってきてるので、ここはもう塗り返していくと、でもうエナジードリンクでちょっと一個回復しつつ、しっかりと中央とかも最後9番ボム投げて、こんな感じで。このステージ広いですしね、回り込めるんで、だって相手の方も汚してる、中央結構相手取ってたけども、10倍も近かったら嬉しいですよね。もうバッジは持ってるんですけど、まあそんな感じで。さあそれではステージ変わりました。王妃海運ですね、王冠が3人いる、頼もしい。相手は2人、ちょっとこっち有利な感じですね。先生はどっちも乗れる感じで、ここのステージほんま中央の高台取れるかどうかって感じですけど、ここの場所結構乗ったらめんどくさいなと思うんですけどね、しっかり乗ってエナジースタンド食べて、まあ味方が取りやすいところに置いていったりとかして、あっちの高台を取るともうめっちゃ大きい。こう手よりか注意、手よか注意、手よか注意。これ逃げていく。ジェットパックとかで弱いかとか、ピンチだなと思ったりとかしたら、もう逃げるのも一つ。せっかくエナジースタンドもあるんで、パワーアップもできるし、あと戻って自陣を塗ってエナジースタンドを貯めて、また味方のとこにジャンプしたり復帰してっていうのも、賢い戦法の一つである。ラクトがいたらね、自陣の塗りは気にしなくていいというか、ラクト綺麗に塗れるし、むしろマルチミサイル貯めて撃ってもらってた方が、ラクトからしても自陣乗らない方がありがたいし、乗らないで行ってもらった方が前線。でこっちからしたら、こういう前線武器とか持ってたら、塗ってくれるのがありがたいっていう。さあ、デスしないように注意していきたい。オッケー、ナイス。ここの高台取らせなかったの大きい。オーバーフォラッシュの垂れ流しが大きいが、ここであえて A とか制御をしていくと、仮にデスしたとしても復帰も早いので、これで前線上がらせつつ、これね9番ボム投げずに普通で打ってる方が良かった。相手も本間持ちだったんで、ちゃんと逃さずにやってきたって感じで。さあ西洋イカが、これ低用意か無敵なんで、この状態でこの高台取るっていうのは賢いですね。さすが王冠持ち。で、アーケードも倒していく。相手もこっちと同じことやってきましたね。はい、高台、相手のところで維持したらだいぶ相手にとっては大きいんですけどね。特に後半の試合になってくると、時間が少なくなってくると。倒していく。キューバーボム乗りとかも強いし、いいですね。あ、ここにいる。これ倒した大きい。これ倒した大きいけど、
これ抜けさせたらだいぶ大きいので、倒したかった。残り30秒、特に生存が大事になってくる。ここの高台とか地を絶対取らせないように、もう無理せずしっかりボム使ったりとかすると、でウルトラショットはデスの可能性高いので、しっかり当たらないようにしてしっかり塗り替えしていきまして、とナイス。味方がねこっちに抜けてくる敵をしっかりと抜かせなかったが非常に最高でした。最後ワイプアウト、理想的な感じ、抜けられずに、でも相手のとこにしっかり塗りも作っていくと、注目された時間めちゃくちゃ長い。よく狙われるんですよね、いい動きしてると。さあそれではステージ変わりまして、ヤガラ市場ですねの縄張りバトルやっていきたいと思いますが、こっちは王冠が3人で相手は王冠がいない、こっちが有利なんで頑張っていきましょう。ということで相手はオーバーフォロッシャー、ジムワイパー、モミジシューター、ボールドマーカーということで、結構突っ込めるし強いので、ジムワイパーとか塗りとか射程とかもあるのでキルも取れるし、結構ナンバリバトルでもショックワンダーで相手の方を汚したりとかもできるし、まあ予想通り相手は前にだいぶ来ております。まあ最初自陣塗り派か、それとも一気に前に攻めていくかで結構その辺あるんですけど、まあ正解がね難しいところでありますけど、まあ 2,3 人ぐらいが中央行ってキープして、1人が乗って1人か2人が乗ってがいいんじゃないかと思いますけど、大会とかそんな感じ見てる感じでは、まあ、自分はやっぱ予想通り強かったですね。ちょっと相手の方にも入ってってジムワイパー注意ですね、対面で勝つのは難しいので、クイックボムとこのメインスーパージャンプとかも間に合わない。やっぱジムワイパー強い、使うのは難しいんですけどね、敵に来たらめっちゃ強い。相手のが攻撃力とか射程とかもあるんで対面は不利ですね、相手のが有利。まあそういう強い武器を倒せると最高。相手スプリンクラーつける位置がうまいですね、非常にいやらしい場所に、高い場所でなおかつ破壊しづらい、目立ちづらい場所に。 OK、 さあエナジースタンドで味方パワーしてパワーアップして、 ここのステージは左右があるのでそこから抜けられないようにと、この中央、結局ステージの中央とか高台とかを取らせないようにしていくと、さあ小島ワイパーがで、こっから裏からよく相手入ってくるので、ゴールドマーカーは近距離強いので注意、カーリングボムを詰めてくるのも強いし、スプリンクラーとかスプリンクラー便利ですよね、あまりバトルで。ただ相手があんまり前に出てきてないな、大きいトーピードし、ホットソナー、トーピードでジムワイパーの攻撃がしっかり生存していく。トーピード転がし、こういうダメージも地味に大きいので注意。エナジースタンドは飲んでいるが一応有利にはなるけども、デスしても相打ちとか持ってったらだけど、まあデスはできるだけしない方がいいので、映像を意識していくと、スプリンクラーめんどくさいけどガロールとか駆使してかわしていく。これ中央取らせない、最後特にデスしないように。で自陣の方も相手のインク、これもマイナスポイントになるのでしっかりマイナスを消していくと、で相手ピンチも出てるので焦らずに生存して綺麗に塗り替えしていきましての、前に出てきた相手もやっていくな感じで、最後まで油断できないんですよね。特に最後30秒抜けさせないようにしつつ、相手の方にも乗り残しをやっていくと、まあそんな感じで。さあそれでは次は奄美美術大学のステージですね。ステージ変わりまして、こっち王冠3人で武器も変えていきます。ゴーニーガロン使っていきます。エナジードリンク強いんですけどね、打ち合いが強いゴーニーガロン使っていきたいと思います。使いやすいのである程度乗ってメガホンレーザーとか貯めて、ここのステージはこの左側取っていくのが非常に強い。
シールド置いとくだけでも圧はかけない。シールド置いてここにいてもいいけど、潜伏とかしててもいいけど、結構シールド置いとくだけでも圧がかかったりとかする。あとオーバーフローしちゃったりなんか注意しつつ、こい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 、2発当たったら倒せるっていうのが非常に大きい。ナイスで、左右をしっかり乗っとくのも大事で、相手の高台の方もしっかり乗っとくと、おい高台にいる敵もしっかり倒していく。メガホンレーザー使ってシールド置いといてと、ここの分バリアも非常にいいですね。相手入らせない。ここしっかり相手乗ってきてるんで、シールド置いて倒していく。その左右がアイテム塗りが強い武器なんで、しっかりと乗っていくと、もちろんこの来た敵を見ながら、ナイス玉。相手あの武器は塗りが強くて、ナイス玉相手の方もよこせるんで、おい、しっかり左右乗って綺麗に乗っていきましてと、中央の高台も取ってるの大きいですね。あとここから入らせないように、これは雨降らしのダメージとオーバーフロッシャーが、オーバーフロッシャー開くから垂れ流し強いんで、さあ相手が入ってきております。ここは丁寧に行きたいところ。ナイスナイス、弾吐かせなかったのも大きい。さあ、あの中央のオーバーフロッシャー、あのスプリンクラーうまいですね。オーバーフロッシャーとか使う場合、スプリンクラーの武器ですね、ある場合はああいう高台につけるといいですね。壊されづらい場所に、ああいう敵が使ってる武器とか味方うまい人とか、うまい人ってたくさんあるんで、あのいろいろ見たらいいですね、うまいなと思う人。 OK、 しっかりダメージ入れていく。オーバーフロッシャー、オーバーフロッシャー抜けてきた。シールド動いたけどそこ抜けてきた。ここは非常に大きい。これナイス玉でアーマー状態になってる時も、味方と一緒に攻撃できたら攻撃して破壊してしまうのも一つですね。あ、相手もスーパージャンプで、おい、ここ焦らずにシールド置いて、残り時間少ないんで相手も焦って復帰でジャンプしてきてるんで、それを全て買っていってやっていくと、でシールド置いときつつ、アイテムを抜けてきたりとか、そういうのがで注意しつつ最後までやっていくと、まあそんな感じで、あとダッシュのギアとかもうまくできたら楽しいですね、強いと思う。それでは最後まで動画ご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、SNS フォローよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。